はい、今日も見に来てくれてありがとうございます。ゆりもとすずのゲームのお部屋のゆりもです。そしてすずです。前回は後ろにありますファンタジーなアレイちゃんのお家を作りました。今回は村人さんの交易所を作りたいと思います。それでは今日も一日よろしくお願いします。建築場所なんですが、拠点の右側を出まして降りて、この下の部分俯瞰で見るとこの辺り、この辺りを設置して交易所を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは整地から始めていきましょう。で、今回の動画は交易所の外観を作るところまでやりたいと思います。内装は次回やりたいんですが、その内装をやるときに村人さんのお引っ越しをしてから内装をしたいと思うので、次回は村人さんの輸送の様子ももしかしたら動画にするかもしれないなって感じですね。整地も終わって大体の建物のあたりもつけれました。それでは今から土台を入れていこうと思います。深層岩の丸石と深層岩タイルでこんな感じで入れてって、高さを2段にします。やっぱり深層岩って結構重くなりがちだけど、このタイルの模様が可愛いのと丸石を混ぜるとちょっと白みがかってるから軽めに素材として使える気がします。はい、 OK、 できました。それじゃあこの角の部分にね、柱をどんどん立てていきます。柱は頭皮の原木の皮を剥いたやつを3、4、5をつないでから横に伸ばす。全部角に柱を立てましょう。広いところは間も足しました。で、今からね、2階の柱を立てていくんですが、ところどころ一マス飛び出して立てたいんですよね。なのでそういうところにはこんな感じで逆さの階段を置きます。で、全部じゃないので、前の面は飛び出す、こういう側面は飛び出させないで、後ろの面は飛び出すって感じでやっていきたい。なのでこことここ、階段ブロックの上には磨かれた深層岩を土台として入れていきます。置いていいでしょうか。よいしょ、こっちおいで。あそこが好きみたいだね。あ、来た、飼い主が好きなの。はいはい、可愛いね。よし、磨かれた深層岩の上に1、2、3立てます。はい、OK です。こんな感じで柱を全部入れました。壁は全部柱に沿って白樺の原木と板材を混ぜる、まあよく私がやる壁ですね。これがね、なんか一番好きなんだよね。はい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 、こんな感じでどんどん入れてこう。
こっちの壁なんですが、バルコニーみたいな、ベランダみたいな、バルコニーとベランダの違いがわからないとにかくそういうものを作ろうと思ってるので、壁ちょっと入れるんだけど最後に入れたいと思います。よし、では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 、上に行きまして、屋根を入れていこうと思いますなんかめっちゃ踊ってる裾の方はハーフブロックを使ってスーッと広がる感じ、ちょっと言葉で言っても伝わらないと思うのでやります。ここにハーフを入れて、でこの上がね階段になります。さっき入れたハーフの隣にもハーフで、ここが縁になる。あーあー危ない危ない、マジで危ない。最初に入れたハーフの隣にハーフ、この下にもハーフ、その隣にまたハーフ、こうだね。で今入れたハーフをこうやってつなげちゃって、2列分縁になる感じで作っていきます。じゃあまたこっちに戻って、ここからしばらくは階段でずっと上げていく。はい、で真ん中の1個手前のブロックに来たら階段裏付けしてからフルブロックで上げて階段で、次が中心なのでこうね、で最後はフルブロック。はい、ちょっと遠くから見るとこんな感じです。でこれに沿って縁は頭皮、中はオークで入れてきます。はい、こんな感じで屋根を全部入れることができました。こことこことこことここ、一番端のこの2段分は石レンガに変えたいと思います。そうね、よいしょ、ほい。でここに安山岩の塀と鉄格子とランタンを、よいしょよいしょよいしょ、こんな感じ。なんかイメージ的にはさ、本当は風緑をねここにつけたい気分なんだけど、そんなものはない。よいしょ、オッケー、ここ取っちゃおう。はい、ここにコンポスターと剣木でしょ、でここが窓ね、薄灰色にしようかなって思ってる。でコンポスターの上は葉っぱを置いて、ここに石レンガを置きます。真ん中は閉じちゃって、ここにダークオークのフェンスを置いて、等ブロックの階段でなんかちっちゃい屋根みたいなものを作る。はい、 OK、 最後にハーフで閉じる。そしたらこの真ん中にランタン吊るして完成。何なんだろうねこれね、なんかわかんないけど、こういう家をねイラストで見たことがあったので、今回この飾りをやってみたいと思います。ジャングルの木材をこんな感じで混ぜていきたいのと、広く空いてるところにはお花植えたりしようかなって感じですね。屋根の装飾が完了しました。じゃあ次はね、玄関をやろうかなと思います。ここをオークにしようかなと。なんでオークにするのかっていうと、ここだけちょっと濃いめにすることで奥行き感がね生まれるんじゃないかなっていう予想。アーチにします。よいしょ、はい。普通の石系の建材で階段を作りたいので、ここちょっと変えますね。同じくグレー系の建材で入れていこう。でここはね、頭皮のトラップドアをこう内側から、はい、こんな感じで重ねて、ここまでね、ドアを外に飛び出す感じでつけよう。
レンガと花崗岩の塀をなんかこんな感じでつけて、さらに奥行き感を出して焚き火でアーチを作りたいので、ここは間をハーフブロック入れて、でちょっとなだらかになるようにここにトラップドアを入れるとちょっと良くなるかな。でこれをもう一マス全部前に出すと、あ、いいね。入り口こんな感じにしましょう。次はこのバルコニー部分やりたいな。はい、ここは繋いじゃって、でここをね白樺で埋めたい。うん、ここは階段にして、でここにフェンスゲート、じゃあ最後にここにマングローブのフェンスとランタンと、あ鎖とランタン、これでいいでしょう。こんな感じ。じゃあ最後にね、外装の装飾なんだけど、今回はちょっとパターン化してパパッと終わらせたいなって思ってます。原木置いて、皮むいて、で上に葉っぱ置いて、でこの真ん中にも葉っぱ置いて、レッドストーンブロックを埋め込んで、レッドストーンランプ、原木のところは看板を設置して、こういう感じの飾りをこことかにもつけてく感じ。あとはこういう側面のね、ちょっとした壁、ジャングルの看板と多くの看板をこんな風に端っこの方だけこうランダムに置いて、なんかさ、こういう壁ない？こういう壁、こういう壁あるよね。なんかところどころレンガみたいな。参考画像を編集の私が今出してくれてるはず、こういうのです。簡単だけど可愛いと思うんだよね。このジャングルを2対1くらいの割合で混ぜるのがポイント。久しぶりにツツジいっぱい飾った、かわいい。よし、はい、これで完成。はい、村人さんの交易所の外装が完成しました。それでは近くで見ていきましょう。ね、まずね、私がどこにいるのかというと、ここなんですよ、こここの辺はね、全部山とくっつけて作っちゃいました。こんな感じで拠点方面からちょっと見ていきましょう。拠点がここですね。こっち進んでここ渡ると、交易所の屋根がちらっと見えてくるっていう感じで作りました。はい、屋根こんな感じです。ポイントは謎の塔あのちっちゃい屋根の部分、あとはスイートベリーを植えたりして華やかにしてます。ここ降りていくとこんな感じで、あ、またしても花を飾り忘れてますね。ちっちゃい玄関を作って、これメインの玄関じゃないんですけど、ここからも入れたら便利かなってことで、ここは2階に直接行ける玄関ってことで作りました。で側面と一緒でここは山にくっつけちゃったので、こんな感じで装飾してます。でこっち側の側面もこんな感じですね。作り方でお話しした通り、今回は看板を角の方にランダムにつけてみました。ここには交易所っぽく荷物を置いて、緑も飾ってます。でこれこれ、ちょっと見えるかな、言ってったら見える、旗をね作って、なんか看板っぽくしてみました。交易所感が出るかなって思ったので、こういう大きい看板を作ってみました。でこっちもね、本当にシンプルに葉っぱブロックとお花と樽、あと看板、トラップドアとかで棚みたいな感じで、同じような装飾を心がけてサクッと作りたかったので、こんな感じにしました。でここの道はね、次回やろうかなって思ってます。はい、入り口もこんな感じです。ここから入る形になりますね。上にね、大きめの窓とかも作ったりしました。
もう一度俯瞰で見るとこんな感じです。屋根にジャングルの板材を混ぜたのが今回は可愛くできたポイントかなって思ってます。はい、ということで今日はこんな感じでした。ここまで見てくださってありがとうございました。動画の最後にはおまけもありますので、お時間のある方はあとちょっとだけお付き合いください。ゆりもとすずのマインクラフトでは真似できそうなおしゃれなサバイバル建築をコンセプトに動画を投稿しています。参考になりそうと思ってくださった方は高評価やコメントなどでエールを送っていただけると嬉しいです。チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。私のモチベーションにつながります。次回は内装と村人さんのお引越ししたりとかもしたいと思ってますので、次回もどうぞお楽しみに。ということで、ゆりもとすずでした。バイバーイ。当たらんかー、一生当たんないです。もっと上か。はい、当たった。やったー。